どうも、飼い主のジャッキーです。今日は我が家にヘルマンリクガメのポコちゃんが遊びに来てくれた様子をお届けしたいと思います。ポコちゃんは私たちの想像以上に動きがあるので、梅とコテツの反応が今から楽しみです。最初にポコちゃんに挨拶をしに行ったのは我が家のブタちゃん梅でした。初めて見る亀という存在にもう興味津々の様子です。少々不安ではありますが、ポコちゃんに我が家を自由に歩いてもらおうと思います。歯ぎしむの挨拶をしてしまった梅さんはちゃんと仲良くできるのでしょうか。怖いもの知らずの梅さんもさすがに最初は困惑した様子でしたが、ポコちゃんが積極的に梅に近づいてくれたおかげで、予想よりもはるかに早く2匹のリラックスした様子を見ることができました。その反面、我が家の愛犬コテツは、あ、なるほど、あ、あ、大丈夫かな、あ、あ、進路変更した、あ、よかったよかった、カメさん、そう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 、ほらほら、安定のビビリを発揮してしまったコテツはテーブルの下から出てくるのもかなり時間がかかってしまいました。吠えてしまう場面も多かったですが、時間が経つにつれ徐々に徐々にコテツとポコちゃんとの距離も縮まっていきました。そしてついに、さらに時間が経つと梅の動きが止まりました。もうポコちゃんに興味ないのかなと思った次の瞬間、なんとなんと、あんなにいい雰囲気だったのに、まさかのポコちゃんにかじりついてしまいました。その後もコロ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 、ポコちゃんを食べ物として認知していたのかは不明ですが、あんなにいい雰囲気だったのに、毎回梅の行動には驚かされます。この後はポコちゃんの甲羅の強さに恐れをなしたのか、全くポコちゃんと絡む様子がなかったのでお開きとなりました。さらにさらに、本日の動画もここら辺でお開きにしたいと思います。個人的にはなかなかヒヤヒヤした一日でしたが、皆さんは今日の動画を見てどう思いましたか？ぜひコメントお待ちしております。